はい、では参りましょうか。はい、小西氏反対のしばらく借りていこうかシーズン3。さて始まりました、小西氏反対のしばらく借りていこうか。この番組は大阪交響楽団チューバ奏者おみし師範代こと塩見弘明氏を招いてグダグダと話しながらチューバのことやチューバ奏者のことを世の中に発信していく非常に珍しいチューバトークバラエティ番組です。はいそうパソコンの方に今振ってたやろはい、まあ徐々にコロナの自粛生活から少しずつ世間にそろりそろりと出ていってるような気配を感じる師範代でございますあ、これから先こんなことやろうかなあんなことやろうかなって言ってるとなんか気がついたらアマゾンでポチッとやってしまっててそろそろ給付金がなくなってしまうんじゃないかなっていうのと家のスペースがそろそろやばいなっていう中の人です。もうなくなんの？もろたどこや？そうですね編集してるののモニターがね 4K 見れるようにと思って、はい、32インチのモニターを買ってしまいました。それおいくら万円よ？ね、6万5千円ぐらいでした。おお、今月末までいろんなところがやってるポイントのバッグがあるじゃないですか。うんうん、あれがね結構バカにできへん額なんで、なんかそんなんでちょうどこの6月末に駆け込みで買ってるっていうのがもうなんかしっかりハマってるなって感じですねハマってるね。それは普段の生活にこう戻そうと少しずつこうしていってる部分ではあるけれども、コロナの自粛期間中はやっぱりそういうのが、まあ、配達員の方々がほんま大変やったと思うけど、なんかそういうのをね使えて、まあ、そういうのが使える世の中でよかったなと思えるよね。そうですよね。うん、演奏会がだいぶ復活しそうな兆しを見せてきましたね。うんうんうん、ダイフィルの定期が26、27、今月末。うん、はい、で。カンフィルの定期が日程がガツンとぶつかった27。はい。でセンチュリーさんも20日にハイドンのプログラムで29に定期っていう、まあまあ月末定期ラッシュですね。すごいね。うちは7月にあるんで、それはまあ予定しているので、まあ、そちらの主催公演がね、うまいこといけばなっていうふうに話は今進んでますけどね。ただプログラム見るとね、プログラムが結構変更になって、うん、なんかダイフィルさんもリヒャルト・シュトラウスとバーンスタインからベートーベンの4番5番に変更、うん、カンフィルさんも、モーツァルト・ブラームス・ブラームスやったのがモーツァルト・モーツァルト・シューベルトっていう風になってて、チューバー自粛継続中っぽいですね。まあしゃあないよね。なんか編成をやっぱ編成を小さくしようと思うと、まあ、ステージの上にねやっぱそのソーシャルディスタンスをこう意識しながらステージの上をセッティング組んでっていうことを考えると、やっぱ弦楽器の編成も管楽器の編成もちょっと小さめを狙ってっていう風になるんやと思うねんけどね。そうするとやっぱり年代の古い作曲家の方に行ってしまうので、そしたらやっぱりチューバがない時代の作曲家の作品が出てくることが多くなってくるでもねカンフィルってカンフィルのその6月末の演奏会ってブラームスの2番やったかな、はい、そうですそうです、予定はね。でそれがシューベルトに変わったよね。はい、うん、8月1日にあるうちの主催公演はブラームスの2番の予定なんですよ。はいはいはい、はい、だからそれうちも、ひょっとしたらほんならちょっと編成変更してみたいな話になるんやったらブラームスの2番変わる可能性もあるんかな。なんとかこう耐えてほしいね。8月の頭って名曲でしたっけ？あ、そう、名曲かな。なるほど、それはなんとか踏みとどまってもらわんと、もうなんかそう曲も変わったって言われても、もう練習してきたでって言って練習と言ってもらわんといやこうなってくると音楽家の中でもね、うん、いろいろあるじゃないですか。例えば単純な話、声楽家って辛いですよね今。うんうん、どうしても合唱とかもなかなか再開できへんし、で、そうね、管楽器とか弦楽器はだいぶいいと言われつつ、
あのオケの中馬奏者だけあのまだ仕事けえへんなっていう状況になってしまいそうですね。そうね、まあ、まあでもそれって普段のね、普段の公演でも考えてればまあ同じことやねんけど、例えば小さいステージのホールで演奏する場合はやっぱり小さい編成、プルトンの数も減らして小さい編成にせざるを得ないでしょ。だからまあおのずとチューバが入ってこない編成になっていく、うん、だからまあそれと似たような感じと思っておけば心情的にはそうですね。ああ、まあでもね、チューバーバンバン出る日を、あ、でもほどほどがいいんですかね。まあまあね、奏者的にはなんね、 今はもう暇すぎるから、はい、暇すぎるからこう、ね、前までやったらこう、はい、オーケストラの公演があってリハーサルがあって、その合間にあのいろいろレッスン行ったり自分のこといろいろやったりってしてたから、もうぎゅうぎゅうパツパツの状態でいろいろやってたから、はい、なんかもうちょっと時間できひんかなって思ってたけど、今ぐらい暇やったら、はい、もうそろそろなんかあのオケの仕事をしてみたいなみたいなしてみたいなって要するに人と一緒に生のその空間で生の演奏で同じ空間で人と音を合わせるっていうことに、まあ、飢えてる状態になってると思うから、まあでもその状態でやる演奏会は聞き応えがありそうですね。そうだからみんなね、やっぱり、まあ、前回の芝刈りでも話したみたいに、みんなこうステージに立つことに飢えてると思うし、それまでの間、うん、まあ、練習できたりする環境にある人たちは、まあ、一生懸命自分のねあれをこう腕を磨いて、さあ次いつステージに立てるやろうと思いながらこう準備をしてると思うしね、うん、そういう場でみんなが集まってきてさ、今から仕事再開できますってなった時にはよっしゃいよいよかって多分みんななると思うから、うん、ね、もうエネルギーが有り余ってるんちゃうかなと思うしね、うん、そうですね、聞く側も演奏する側もなんか今回のでなんか意識がリセットされたかもしれないですよね。うん、そうね、当然いつもある、まあ、今回行かんでもまた次でいいやみたいな思ったのが、うん、今回行く演奏会ってその先しばらく行かれへんかもとか、演奏する側もこの演奏を逃したら次はもうこれできへんかもっていうのがなんかちょっとだけ片隅に残っていくと演奏会の価値ってちょっと上がるような気がしますよね。もともとそういうもんなんやと思うねんけどね、その演奏会っていうものは、うん、まあ、唯一無二の空間で、ね、うん、一期一会のその時間をみんなで楽しむっていうものが醍醐味やないですか、うん、ね、だからそれが改めてこう感じることができる、まあ、それを幸せに感じるってやっぱお客さんもステージに立つ人間も思える空間がまた再び持てれれば、そうですね、あ、演奏会ってこういう楽しみ方やったんやなっていうのがね、うん、はい、まあ、近況についてお話をしたところで、はい、本日のメインに参りましょうか。お、本日のメインはこちら、ででん、師範大写真館。写真館久しぶりやね。そうね、なんか久しぶりな響きやな、写真館。何ヶ月ぶりやろ。アイスランドから帰ってきて以来ちゃいますそれめっちゃほんまに久しぶり。あ、違う、長谷さんと一緒に写真館やってるわ。そうですね、な、うん、はい、それ以来ですね。それ以来やね家から出ていない間なんか写真撮りました？あのね、写真撮ったんやけど、ほとんどが家族の写ってる写真とかやから、まああんまりこう 人様にこう見せびらかしてもね、これといって面白いわけでもないし、まあ、あの息子がケツ出してる写真とか面白いねんけど、でも見せたところでねバッチリしで、あのちょっと考えた結果、師範大の、まあ、今回 そのコロナの時期に入って、まあ、自粛生活を余儀なくされて、で、まあ、現在に至るまで、まあ、このセッティングというか、師範大の家に防音室があって、まあ、今これ防音室で、やらせてもらってるんですけど、はい、防音室の中で自分の音を録音したり、自分の、まあ、動画を撮影したり、はい、もしくは生徒たちとオンラインレッスンをやり始めたりっていう環境をちょっとずつ変化させていって、環境を改善していって
ってる編さんが写真から見て取れるものがあったので、はい、こちらを用意したんですが、さあどれからいきましょう。アップライトピアノの上に、はい、これズームの、Q2N っていう録音とそれ映像が一緒に撮れるっていうやつですね、うん、これ2年ほど前に買ってて、あの自分で伴奏合わせとかする時の、あのチェック用にと思ってずっと使ってたやつで、でそれをまあ引っ張り出してきて、自分で動画を作成するのに、あのアーバン吹いたりしてる動画ね、はい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 、うん、アーバンのあのファーストスタディ11番から50番まで吹いてるやつはこれで撮影しました。だからなるほど、うん、これだけですね。だから音もこの、Zoom の Q2N で撮ってるマイクを使って、このオンライン通話に使っている Zoom は小文字なんですよね、確かに。そうね、うん、でこの音響機器の Zoom は大文字なんですよね。そう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 、ね、あれ Twitter で見たんかな、リモートのためにこれ間違ってこの録音機のZoomをいっぱい買ってる人がいるみたいで、あこの録音機のズームの売り上げが伸びてるみたいな。投資家の人たちも間違えて、あの音響機器のズームの会社の株価爆上げっていう。すごいな、はい、間違うそういう人ら。まあまあ近い業界で似たの喋るからね。まあそうやな。でその次がスタンドに iPad を立てて、今この使ってるこのマイクを買った時のもんですね。はいはいはい。iPad を立ててマイクをつけてヘッドホン通してっていう、まあ、今のスタイルになっていった状況ですね。うん、うんうん、でこれでオンラインレッスンとかをしてたので。iPad スタンド便利ですね。そう、こういうスタンドがあると、もともとねこの下に白いテーブルが、これ安かったから買ったんやけど、あの、はい、このテーブルがなかった時はずっとピアノのアップライトの蓋の上にベタッと貼って、はいはいはい、はい、それであのこのスタンドを貼って使ってたので、もうねだからアップライトの蓋の上がね白い丸だらけ。こんな環境で、レッスンを始めて、でそれにと、まあ、今月の頭に MacBook が来たので、今これ、はい、あのやり取りしてるのは MacBook の、内カメラでやってるんですけど、なるほど。でこれで MacBook でレッスンをし始めて、なんかだいぶハイテク感がちょっとずつね、あのでももともとパソコンは欲しかったんよね前々から、はいはい、うん。何これ、これこう、いやこれはね、ここに写真が来たらいいかなと。そこで写真出してんのか。はい、何してんのかなと思って。こんな風にしてちょっとずつ環境が変わっていってっていう感じですね。で、もう一枚あるんですが、テーブルの上に MacBook 乗せて、その横にチューバが置いてある。これは透明シートですか。そう、上にね突っ張り棒を貼って、はい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 、部屋の端っこから端っこまで突っ張り棒を貼って、でその上に透明な、これテーブルクロスの一番薄いやつで、透明なやつを買ってきて。テーブルクロスなんですねこれ。そうそう、これ安かったん、あの、はいはいはい、1メートルで500円みたいな感じだったから、あ2メートル分買ってきて、ほんで突っ張り棒も2000円ぐらいかな、うん、ほんでそこにこう洗濯物のハサミで上からちょんちょんってつまんでつけてるだけなんですけど、まあこれあったら一応ね、端から端までこう、ね、テーブルクロスをはわしているので、生徒を自宅に呼んでレッスンする環境がやっと、まあこれで再開しても大丈夫かなと。一応それと、まあ、あの除菌するスプレーと、あと生徒が来た時に手こうやってしてもらえるようにね、あの、はい、アルコール消毒の液体は準備して、まあこんな環境でようやくちょっと対面レッスンを自宅でもスタートできるかなと。なんか透明なやつあちこち増えてますね。まあまあみんなそれでやってるよね今ね。あの音大のレッスン室とかの写真もいろんな人載せてるけど、なんか透明なパーテーションみたいなの立ててやったりしてますね。うん、うん、そうですね。まああの要するに飛沫を防げればいいっていう発想やと思うから、楽器を吹いてるときはマスクを取ってるけど、アドバイスしたりするときにはマスクをした状態で喋ってっていう風にした方が、まあよりそういう飛沫を防げるっていうのもあるし、まあ一応念には念を入れてみたいなね。そうですね、どこまでやったらいいのかよく分かんないですからね。
そうそうそう、だからもうね、うん、あのやりすぎてちょうどやと思っといたら、あの、うん、やりすぎて後で後悔することってないと思うから。そうですね、やらずに後悔することの方が多いと思うので。なんでこれ、あの必要がなくなったら、あの、まあ、コロナがなんかワクチンかなんかで落ち着いたりとかしたら、うん、ここあの透明なやつ外して、あの緑のやつ釣ったら合成できますよ、うん、その前で演奏したら。ほんまやほんまや、そうや、合成できるわ。僕の方はよく自転車で出かけてました。あの何かしらね用事があるんですけども、公共交通機関をなるべく使わずに自転車、はいはい、これもね後ろに三脚3本ぐらい積んで走ってるんです。それはあの服部緑地に収録に行った時じゃん。あんまそれの時かな覚えてないですけど。で、あの自転車乗ったりとかする時もマスクせえって一時期言ってたじゃないですか。うんうん、やったらね息苦しかったんで、なんかスポーツ用のやつとかないんかなと思って、うん、これをねアマゾンで買ってみたわけ。それをつけてみた結果がこれです。危ない危ないね。なんでそんな派手な格好、派手なジャケット着てきたんっていう銀行強盗ですね。もう僕はもうこれぐらいです。 それぐらいな。あとは自転車に乗って走ってる時に行った、これぐらいですかね。それ、まあ、ひらがなで書いてある部分が問題やな。あとはね、なんか正雄とお出かけばっかりしてましたね。桜の映像卒業式のやつね、あの、うんうんうん、やつ作る時に撮りに行った時についでに撮ったこんな写真とか。はい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 、熊の木登り。あとはこれが、おお、はいはいはい、これがね大勢の人に会った最後の日でした。まあそうやろね。シャンダイもそれ、早坂先生の演奏会があるけど、それがまあ自分のメインでやった最後のイベントみたいなもんやね。こっから先家の中の写真か正雄の写真しかないっていう、うん、まあそうなるよ、やっぱりこの時期は。でも普通のサラリーマンの人結構普通に仕事してますけどね。まあそうだね。この間もね淀川区役所に用事があって行ってきて、ものすごい空いてたんで無駄話するよう言われたんですよ、係の人とね、うん、で、いやみんな結構普通に仕事してるんですねって言ったら、まあ結構そのいろんな対応があるから来てますって、事務所の中も普通にいっぱい人いるんですよ、うん、ああいいですね仕事あってっていう話をしてたら、何のお仕事ですかって言ったら、イベント関係ですって言ったら、ああって言われました。そらそうや、そんな反応やわな。ねえ、かわいそうにみたいな。もうなんか特にかける言葉もないみたいな反応になっちゃいますよね。災難でしたねぐらいなもんやね。あともう一枚、あの市販台から謎の写真が来ましたね。ああはいはい、それあのまあ自粛生活が始まって、で、まあ、市販台が吹奏楽の指導に行ってる高校の生徒たちが、まあ、定期演奏会がねなくなっちゃったので、あ、うん、なんかあの代わりになんかしようや言うて、で、まあ、オンラインでつながって LINE、 みんな LINE やってるから、じゃあ LINE でみんなでグループで顔見ながら話しようって言って、で最初普通に顔見ながら話してたんやけど、あ、こんな機能あるやん言うて、やってみたら意外と面白かったから、で生徒たちがそれ見てギャーって、もうみんなギャーギャーって笑ってて、あ、こんな おもろいこともできんねんな言うて。誰やねんみたいな。なかなかのインパクトですね。そうすごいよ、そんなおっさんおるもんね、たまにいます。おるやんこんな、なんか上はなんかいる気がするけど2枚目の方はいませんよ。いや分かんない、なんか中東の方行ったらいそうやん。こんなヒゲの、まあオチがついたところで写真館はこれぐらいにしときましょうか。おい、次写真館するときにはあのこれがどこそこの一発目、久しぶりにみんなで食った焼肉とかなんかそういうのがいっぱいになるといいですよね。せやね。
はい、うん、はい、というわけで以上師範大写真館のコーナーでした、はい、さていかがだったでしょうか。いよいよここから先ね、ちょっとずつこうコロナと共存するといったらおかしいんやけど、うん、まあもうみんな今までどっちかっていうとこう恐れてこう感染しないようにするためにこう自分のスペースにこう引きこもったような状態が続いてたから、うん、まあ、今後はそこから先人に感染させない、自分が感染しないっていうことをもう考えながら生活していくか、で普段の今までの生活にちょっとずつまあ戻していけるかっていうところに限られると思うので、まあ用心しながらちょっとずつね、いつも通りの生活に戻していけたらいいんちゃうかなと思ってて、なのでまあ固くなにステイホームしてたものがようやくちょっとステイホームじゃなくなっていくみたいな風になっていくんかなっていう風に思ってますね。そうですね、なんかあの海外のニュースとか見てると、うん、ステイホームじゃなくて今ステイアラートって書いてますね。よくなるほど、あの警戒を続けましょうっていう、うん、本当はね前までもそうだったんですよ、うん、風邪ひいたりとか咳したりくしゃみが出たりとかしてる時はあの家にいなきゃダメだったんですよ。あ、そう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 、そういうことよ。だからインフルエンザもなぜ流行るかって言ったら、インフルエンザかもしれへんけどでも風邪ちゃうかなって思いながらこう出て行ったりして、で、うん、職場に行って仕事してる時にあんたそれ病院行っておいでって言われて行ったらインフルエンザでしたみたいな、もうその瞬間そうなってからやったらもう会社の中で広めてることになってたからね、うん、だから、まあ、我々 そのオーケストラとかやったらもう一撃やからね。からそうですね、うん、そうやって考えるとやっぱり今そういうそのソーシャルディスタンスとかなんかそういう話をしてるのは、まあ、ごく当たり前のことなのかもしれない、うん、今までもそうやったのかもしれない。で普通の風邪だって自分が誰かにうつしたら、うつした相手の家に体弱ってるお年寄りの人がいるかもしれへんっていうのは実は今までもそうだったわけで、うんうん、だからやっぱりあの体調悪い時は休みましょうっていう、ね、そうそうそう、ほんまそうね。やっぱり日本人勤勉なのでみんな無理してでも仕事をしてしまうと思うよね、うんうん、体調悪い時はやっぱり体調悪いのでごめんなさいって言えるようにしていくのが大事なのかもしれないね。そうですね、うん、あとはやっぱりあの普段から手は洗わなあかんかったっていうことですね。そういうこと、そういうこと。あの師範大とお話ししていたこの人出てくれるかなって言ってた方、はい、あのさっき喋ってる間にねまさに返事が来てました。お対談やってみたいねって言って、でこんな感じで撮ってますって言ったら、内容はどんな番組なんだろうっていう返事が来ましたけど、なんて返事するのかな。まあ普通に喋ってるだけって送っといたらいいん違う。盛り上がってる回のリンク送っときます。まあまあそうやね、僕はねまあまあ怖いんですけどね。長いことおってへんやろ。20年会ってないです。ウロン茶こうてこいとか。そんな話したったやね。はい。まああのそんなわけで近いうちに、まあ、来てもらうっていうかリモートですけどね。そう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 、登場してもらってゲストでね、はい、まあ、あの一緒にやってる企画もあったりするんで、はい、誰やろうって思わせといてもいいかもしれない。まあアルトやバリトンや言うてるからサックスなのは察しがつくでしょうけどね。まあね、うん、リコーダーかもしれん。リコーダーですです言うたかのちゃん。あ、かもしれへん。もうグダグダですね。ほんまやな。はい、あのそろそろおしまいに近づいてきましたが、市販で何か予告は、そうですね、近々あれとか言うといてんかな。楽譜来たって言ってましたね。そう、楽譜は来たけど一応まあ問い合わせして今はやるつもりでいますっていう発想で返信が来たから、公演情報が載っててチケットが売ってるので、それは関係者として積極的に宣伝した方がいいんじゃないですかね。はい、そうですね、7月の頭、7月4日だったかな。そうですね、7月4日土曜日ね、うん、はい、7月4日土曜日に、泉ホールの方で、泉シンフォニエッタっていうオーケストラの演奏会に出演させていただきます。どちらかというとちょっと、現代チックな音楽が多かったりするプログラムが多かったりする演奏会なんですけれども、今回もベルク
の曲かな。そうですね、公演が泉シンフォニエッタ大阪第44回定期演奏会天使と神々の幻想20周年記念公演。プログラムがなんか尺八協奏曲、それからベルクのバイオリン協奏曲ある天使の思い出に、で西村さんの、12奏者と弦楽のためのウィカララ異色新作、今年のやつですね、うん、そうですね、新作ですねの演奏会に一応出演させていただく予定でいます。で今、まあ、現段階では、チケットもまだね販売されてると思うので、まあ、演奏会は、行われる予定で動いております。直前にオフィシャルのホームページで情報は確認していただいて、そうですね、ご自身での対策をした上でぜひともご来場ください。そうですね、よろしくお願いします。楽譜すごい楽譜なんですか。ああちょっとややこしかったね、まあ、譜面の書き方もちょっと難しいし、音もチューバの譜面やけど上から下からみたいなだからしっかり練習してますでもまあ公演ができるのは良かったです。うん、そうですね、はい、まあ、オーケストラ、うちのオーケストラの大阪交響楽団の演奏会も7月からね、そうですね、順次少しずつ主催公演から始めていきますんで、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。公演情報はこんな感じです。というわけでお時間になってまいりました。こちらの番組はマサオ配信の熊の音楽チャンネルでお送りしております。熊のマサオからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いいたします。重ね重ねコメント欄へのご感想要望などもお待ちしております。そうですね、よろしくお願いします。はい、というわけでぜひともよろしくお願いいたします。お願いいたします。ではおしまいの挨拶に参りましょうか。はい、俺たち最低だぜ、はい、うおー、バイバーイ。もうステイホームじゃなくていいやろいいような気がします。はい。はい、お疲れ様でした。はいはい、でした。